女優イ・ミンジョンが夫イ・ビョンホンをからかって人々を笑わせた。イ・ビョンホンは4日午後、インスタグラムにありがとう。会えて嬉しいよ。イゲタ二霊石の高校生イゲタ88オリンピックイゲタ中等校イゲタコンクリートユートピアと書き込み、高校時代の同級生から受け取ったコーヒートラックの写真を投稿した。写真にはイ・ビョンホンの高校の卒業写真が写っていた。白黒写真にもかかわらず、溢れるカリスマと魅力が伝わってくる。これに対して妻のイ・ミンジョンは白黒の卒業写真、敬語を使いますねとコメントを残し、笑いを誘った。ママム。しばらくして、3時30分、MBC 署。音楽中心。私たちムームー皆さんママムと晴れて。暖かい土曜日午後によ黒いハート。ママムフェアーウィーナウ。フロミスナイン、フロムがする好きな人の指折るとした地球が半分に折って、ブラジル先住民やら挨拶か途中木星イフロムがする写真差し込み来た不器用な激椅子。女優クヘソンと離婚した俳優アンジェヒョン、表情が韓国で話題。番組のキャンピングで二人きりになった瞬間、アンがウンジウォンに寄りかかる。うん、俺に寄りかかるな、癒し癒してあげる人は俺じゃない。アン、先輩でしょう。注意数秒後、ウンは離婚の先輩の意味だったことに気づく。